幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ普天間流坊の鬼コーナーが変わりました。ミートカーニバル開催中。ムービン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 、引っ越しするならムービン。ムービン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 、県内県外ムービン。お部屋の片付け、荷物の預かり、ムービン沖縄引っ越しセンター。0120-49-7755、ムービング沖縄で検索。沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター。おいしい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。おいしい、やってる。牛角宜野湾店、好評営業中。今日のゲストはですね、海水温熱、沖縄市にある海水温熱の温熱さん、海水温熱さんですね、のお二人に来ていただいて、はい、そう海水温熱についてちょっとお話を聞いていきたいと思います。じゃあ、まず自己紹介をお願いします。え、僕からなの？僕からなの？はい、というわけで改めまして皆さんこんにちは。温熱師の吉部こと辛坊吉也です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしてお隣が、はい、久野ひろみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この海水温熱って言葉、多分聞き慣れない方が多いかと思うんですけども、私はね、何度かお世話になって、うん、実際に今日も来ましたからね。はい、はい、それでちょっと受けて、はい、いい感じで受けさせていただいたんですけども、はい、この海水温熱とはっていうのを、ちょっとまだ聞き慣れない方にお話をしていただきたい。それはですね、うちの兄弟子が、はい、と思って見せかけて弟弟子が喋るので、よろしくお願いしますね。はい、海水温熱とはどういった、はい、温熱ってよく聞くんですけども、うん、海水っていう、うん、キーワードがついて、はい、温熱っていうのがね、やはり聞き慣れないかと思うので、うん、その違いっていうか、まあ、海水温熱っていうの、はい、はい、まあ、僕らがやってるのは、かかず式海水温熱っていうんですけどね、はい、沖縄の海水を使って、その海水でタオルをこう蒸すんですよ。蒸しタオルを作って、はい、それをつま先から頭のてっぺんまでね、順番にこうタオルを乗せて体を温めていくっていう、すごいシンプルな施術なんですよね。これが、まあ、海水温熱とは何かって聞かれて、まずこれをお伝えするんですね。で、それを使ってやり終わった後、受け終わった後は、体がこう温まるだけじゃなくて、よく言われるのが、受け終わったお客さんからは体が軽くなったとか、うん、頭がすっきりしたとか、うんうん、いうことを言われたりとか、うん、あとはね、そうそう、あ、そうそうですね、うん、すっきり、その人が本来持ってる、その自分の持ってる、なんていうのかな、うん、能力じゃないけれども、能力、回復力とか免疫力とか、ね、はい、そういったものをこう目覚めさせる、眠ってたのを起こしてあげるみたいな、ね、まあ、体の中に備わってる、まあ、自己免疫力ってよく、ね、うんうん、私じゃあ、まあ職場で病院とかよく言うんですが、うん、そういったのを引き起こすっていうか、呼び起こすっていうイメージです。そうね、本来持ってるんだけども、力を、そうそうそう、それをやっぱいろんなね、生活環境とか、うんうん、周りのね、環境とかでやっぱりなんか眠っちゃってるような、細胞が寝てるっていうふうに僕は言ったりするんですけども、はい、眠ってる細胞をこう起こしてあげる、はい、そうすることによって本来持ってる力が目覚めて、
より元気になっていくとか、エネルギーに満ち溢れていくっていうような、その目覚めさせる、目覚めさせ方がこの熱、そうですね、ですね、温めるというか、熱、うん、あちちかなり、そうそうそう、熱で目覚めてくる、そうですね、うんうん、受けててね、寝そうになっても暑さで目が覚めるので、ね、そう、寝らんないです、ね、寝られないです、たまにいますけど、暑いっていう時だけ起きる人がいますそれで目覚めさせるっていうイメージですかね、うん、はい、ありがとうございます。この温熱なんですけども、温熱、今言ってた、まあ、体が元気になる、あとよく寝れる、うん、で持ってる力を目覚めさせるっていうのが、この海水を使うっていう意味っていうか、海水であるべきものっていうのは何ですか、うん、普通のお水、まあ、自宅でしたいってなる場合のね、普通でやってたんだよね、うん、最初は真水じゃないね、うん、お家のお水でもやってたんですけどね、何か海水と、ね、違いがあるんですか ね、 あのね、浸透圧の関係があって、うん、より体に取り込まれやすいっていうのがありますね、うん、それでより、なんだっけ、熱が入りやすいっていうことになるんですかね、うん、そうですね、だそうです皆さん。なのでお風呂のお水よりも、まあ、それにお風呂っていろいろミネラル分とかも、海水のミネラル分とかが、ね、うん、お塩入れる、入れる入れる、うんうん、そのお塩は、うん、よく島回すとかあるんですけど、うん、はい、ね、安いのだから、まあ、粗塩ならね大丈夫、うん、なんでもいいと思う、粗塩、うん、別にこの塩がいいよとか、うん、まあ、自分のねお好みのお塩が今ね、いろいろあるじゃないですか、うんうん、岩塩があったりとか、うん、はいはい、ね、どこどこさんの塩とかね、はいはい、まあ、沖縄もいろいろあるし、他の世界のね、他の国の塩もあったりとかと思うんですけど、うん、粗塩がいいし、それをお風呂に、まあ、適当な量入れて、適当、よくね、なんて答えてます、僕も浴槽に入れれば、いっぱいって言って、そうそうそう、コーヒーのスプーンとかに、そう、ティースプーン軽く一杯ぐらい、普通の浴槽にそれぐらい入れると、うん、そう、何ミリリットルのお湯に何グラムの塩とか全然言ってないです適当、入れたい、入れたいだけ、うん、じゃあそういった感じで、まあ、蒸した、まあ、海水で蒸してここで施術をする、で、自宅だと、うん、じゃあこの海水と同じような感じの状態をお風呂で作ってもらって入るといい、うん、まあ、塩分濃度はそんなね、うん、細かくね、何パーセントでお願いしますとは言ってないですけど、そうか、うん、そうね、で、なかなかね、沖縄だと浴槽に入るっていう習慣が私もなかったので、うんうん、で、ここにね、実際に受けに来て、それで浴槽に入る回数がちょっと増えたんですけども、うん、なので、でそれで体を温めて自己免疫力っていうか、自分の体の自然、そうそう、自然治癒力を強める、うんうん、高めるっていうことで、いろんな弊害も取れる、まあ、風邪とかインフルエンザとかね、この時期あるんですけども、うん、それもまあかかりにくくなるってこともあるんですかね、うん、と思います、思います、温まってるからね、そうそうそう、そっかそっか、わかりました。ということで、じゃあこの体を温めることの、まあ、一番の利点っていうのって、おお、これはね、うちの兄弟子がこれ得意分野なんですよ、これ。よくね、私もそうなんですけど、まあ、女性は特に冷え性言われてて、うんうんうん、ね、温めた方がいいよって、特に私助産師をしてて、ね、まあ、妊婦さんだったり、あと妊娠に向けて体作りをしてる人だったり、うん、で、あと産後のお母さんとか冷えないでとか言うんですけども、沖縄の方って結構冷え性が多くって、うん、なんかね、南国の人の方が冷えてるって聞きますよ ね、沖縄だけじゃなくてハワイとかもね、ハワイといえばハワイといえばじゃもうね、エアコンも効いてるしね、そうそう、温めるね、温めてくださいって、なかなかね、そこまでいかず、結構体冷えてるよって人がその温めの利点っていうの、もちろん自分の体温が上がると病気もしにくい体になるし、うん、体冷えてるとやっぱり動きもそんなに動いて、腰が痛くなったり、あちこちどっか痛くなったりってもするから、うん、まずしっかり温めて自分の体温が上がる、そう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 、なんか体温上げようとして病気したり、いろんなことが起きてくるから、か、自分の体温が高ければね、体温を上げるためにやっぱり温めないと、そっかそっか、うんうん、動画見れる人は分かると思うんですけど、見てください、うちの兄です半袖だよ、冬なのにそれ半袖そんなこと言えないお二人とも、ね、半袖に捨ててこだけどさ、お二人とも半袖なんですよね部屋開けっぱなしだしそうやっぱりこれですか、体温めると、まあ、基礎体温ね、うんうんうん、よく妊娠中とかもそうです、基礎体温上げてくださいって、妊娠向けて、うんうん、やっぱりそれも上がりますかね、うんうん、かなり、うん、
そのさっきのねお風呂もそうですけど、うんうんうん、あの受けた人に絶対半身浴してねって言ってるんですよね、うんうんうん、あの温熱受けて効果はねその時には確かにガッていい効果あるけども、うんうん、それだけで終わっちゃうとすごいもったいなくて、うん、大事なのはその状態を、ね、せっかくいい状態にね、うん、体感して分かってるのにそれが長続きするのが一番いいことだと思うので、うんうん、あのこの状態をね続けたかったら半身浴してねっていうふうにお伝えしてるんですよ。そうですね、半身浴、うん、その半身浴なんですけども、はい、あのまあ、いろんなね時間が言われてて、うん、だって30分ぐらいだったり15分ぐらいだったりってあるんですけども、うん、と大体最低、まあ、これぐらいは入ってほしいなっていう時間ってありますか？そうね、具体的にさすがに5分だと短いと思う、うん、あんまりそれもこうしてくださいは言ってなくて、うんうん、あのまあ、温度で言ったらまあ自分が心地いいと思う温度でいいと思うんですよね、うん、はいはい、冬とかだったら39とか40度ぐらいがいいのかなと思いますけど、うん、別にこの温度にしてくださいねじゃないんですよね、うん、まあ、38度とか40度ぐらいで20分から30分間は入った方が、30分以上は入らない方がいいと思う。それはなぜ疲れる、うん、そう負担に、ね、うん、なっちゃったよね、体の負担、うん、あ体の負担、そうそう、あんまり 長ければいいってもんじゃない、あ、うん、そうですよ、のぼせちゃったりとかね、寝る前でじわってずっと汗ざーってかくぐらい、うん、そしたらな芯からすっごい温まってくるので、じゃあ20分から30分はできれば入っていただいた方がいいと思いますよ。冷えがある程度予防できるっていうか、まあ、冷えを改善する、うんうん、で体温を上げる、体が温まって寝たらよく眠れるし、うん、体冷えしたら眠れないから、うん、はい、そっかそっか、そうよくね言うんですけど、私もなかなか、うん、20分入ってるかなって、うん、今話を聞いて大体10分ぐらいとかになっちゃうんですけども、うんうん、なかなか入る習慣がないとね、そこまで、そうですね、うん、沖縄特にね入らないですよ ね、 ね、 ですよね、うん、あと夏場とかね、うん、夏場こそ入った方がいいんだよ、うんうん、あ、そうなんですか、うん、そうですよ、だってエアコンで冷えるでしょ、食べ物も冷やす、うん、体冷やすのが、ね、まあ、確かにね、そう、うん、夏場の食べ物って野菜もね、ゴーヤとかも、うん、体を冷やすものがあるので、うん、余計に冷えやすくなる、うん、なのであえて、うん、そうそうそう、まあ、だからといって高い温度のお湯入れたわけじゃないんだよ、うんうん、そこはあの、ま、勘違いしない方がいいなっていうのがあって、うん、じゃあ一番、まあ、ポイントとしては心地よいと思える温度、うんうん、で、まあ20分から30分、30分以上は入らない方が体の負担を、うんうん、考えるとっていうことですね、うん、はあ、なかなか自分のことでなって、そう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 、そうなんですよ、私もね、なかなか入らずに15分ぐらいかな、頑張ってな感じで、なんか楽しみとかとセットにした方がいいかもしれない、最初は習慣化するまでは、うん、本読んでもいいし、何か好きなことと、そうそうそう、ね、20分30分あって、ね、あとそうですね、じゃあまあ本読んだりね、うんうんうん、なかなか難しいかと思いますが、最初はじゃあできる範囲から、うんうん、時間から始めていって、ね、沖縄の人の例で言うとするならば、うん、今まで入る習慣がないわけじゃないですか、うん、はい、でその人にいきなり30分してねって言うと苦痛なわけですよ、難しいですね、そうで、これ別にお風呂に関することじゃなくて他のこともそうだと思うんですよね、で長続きするコツってちっちゃいことからちょっとずつ始めるなんで、はいはい、だから半身浴もあの言われたから20分しなきゃとかじゃなくて、うん、私今5分しか入れないだったらそういうんですよ、5分続けてって、うん、あ今日はなんか長くいけそうだなと思ったら10分にしてみるとか、10分いけたなと思ったら次15分にしてみるとかっていう、はい、ちょっとずつ増やしていけばいい、まずは大事なのは続けることが大事、うん、だからちょっと耳がそうそう、そう、続けるためにいきなり20分が苦痛だったら絶対やめちゃうと思うんですよ、うん、あ、うん、2、3分でもいいから最初は続けてって、うんうん、あ、もう慣れてきたなと思ったら2、3分が5分になるとか、うん、それちょっとずつ増やしていけばいいかなと思うの で、その時のお湯が、うん、普通の水道水じゃなくってお塩を入れたミネラルをちょっと入れた海水と同じようなものの方が浸透圧の関係でより温まりやすいっていう、うんうん、まあ、やりたくはやればいいしだからあのあんまり規制はね良くないですこうしなきゃってなっちゃうとそれで固まっちゃうから、それで固まると思考も固まるし体も固まっちゃうから、うん、緩んだのにギュってなっちゃうから意味ないよね、意味ない、そうやってくる、もうこうしなきゃじゃなくてやれるとこからやるといいよ、そうそうそう、あの
何なお買うぐらいプラスアルファ的な考えで、できるといいかなぐらい。そうそうそう、どうしよう今日塩切らしちゃったら風呂入れないじゃない、じゃあ意味がないから、うん、だったら別に塩なくても入ればいいんですよ。味塩とか振られてもね。そう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 、だからいいんですよ。それぐらいそれぐらいあの緩くていいんですよ。じゃあそれぐらい緩くしてた方がいいっていうことが、この海水温熱のまあね、やるんだったらどうぞって、その方が続けられるコツっていう、うん、一つのコツっていうことでもあるんですかね。緩いっすよね、僕らね。いろいろ緩いですよ。そうなんです。その話をまた聞きたいです。緩い緩い。はい、そうですか。じゃあその話は、CM の後に、はい、またね、あのこの、まあ、実際に、まあ、温熱さんとなったお二人なんですけども、はい、多分ね、何らかのきっかけっていうか、ね、受けてみて変化があったので、それで温熱さんになられたと思うので、そういったことも踏まえ、この緩いことも踏まえ、はい、CM の後にまた、はい、お話を聞かせていただきたいと思います。はい、じゃあここで一旦 CM 入ります。はい、はい。沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。アイアイ保育園2019年度新入園児大募集。対象は生後2ヶ月から5歳までのお子様です。病児保育完備。お問い合わせは937-1504 まで。アイアイ保育園は働くお父さんお母さんを応援します。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター。美味しい？ラーメン食べる？ライス食べたい。美味しいやってる？牛角宜野湾店好評営業中。あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所。人生の喜びを発見できる場所。それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ普天間流坊のお肉コーナーが変わりました。ミートカーニバル開催中。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。はい、じゃあ次はですね、先ほど CM 前のお話をしてもらったことプラス、じゃあなぜね、こうやって温熱師になるきっかけなったのか、うん、そのきっかけをちょっとお二人にお話をしていただきたいんですけど、これはもう兄弟子からいきましょう。やっぱり兄弟子から、ね、兄弟子からだね。だって兄弟子だから ね上からやっぱりね、兄弟子だしさ、敬意を払って、そう、年上だしさ、ね、やっぱり、ね、そう言いましたよね、はい、ね、そう、やっぱり順番っていうのはやっぱ下から行くよりも上から、上の人からね、はい、うん、はい、じゃあ久野さん、はい、本邦初公開ですよこれ。そうなんですか。多分温熱を、ね、なぜ、なぜ、はい、ね、なろうと思ったのか、何かね、受けてみて何か変化があって。本当ね、はい、最初は、私は別に、最初から温熱を知ってて来たわけではなくて、はい、たまたま連れてきて、友達が行くっていうのはたまたま一緒に来たんですよね。うんうんうん、で、入った時に、もうすっごい風が、夏なんだけど、涼しくいい風が吹いてて、温熱とは、そうやる場所の、温熱とは全く関係なく、うんうん、なんか暑いイメージなんですけどね、温熱っていうのは。そう、暑い。だからそこはあんまり覚えてなくて、温熱で暑かったことは覚えてるんですけど、はいはい、ただどうしたらこういう場ができるのかなっていうのがすごく興味があって、そしたらやっぱり 海水で毎日浄化してることも、おどんがいっぱいとかっていう、うんうんうん、いろんなこう条件が重なってはこうなるんだなと思って、とっても温熱に、それで温熱って面白いなと思って、はんはん、たまたま師匠に習ってみないって辛坊さんと一緒に声をスカウトされて、そう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 、同じ日にたまたま受けに来たんですよ。あ、そうなんですね。僕当時ね、1週間連続で受けに来てる時期があって
あんた1週間来なさいって1週間来なさいの、そういう話また何かあるんですね。僕はどんくらい受けたらいいですかねって、あんたは1週間だねって言われたから1週間毎日来いって言われたんで、わかりましたっつって、こう1週間後に1週間ミッションと僕では呼んでるんですけども、うん、そこで1週間受けに来てる時にたまたま一緒にの日が1日だけあったんですよ、私も受けに来てたんですけど、 その時にね、僕に言ってたのが、私はね、うん、まあ師匠がね、いるんですよね、うんうん、師匠の一度も受けたことがない。その時僕にそれをぼやいた。僕に言われてもどうしようもないんですけど、あ、そうなんですねしか言えなかった。それは、そう、他に、まあね、師匠の方以外にもどなたのお弟子さんがいて、だから、かかさんのお弟子さんとやっぱとっても師匠ですごいって思ってるんですけど、うんうん、なんかそれもやっぱこの雰囲気っていうか、みんながこうなんていうのかな、リラックスしてるし、すごいなと思って、そっちにエアコンがギンギン夏なのに効いてなくて、うんうんうん、エアコン一応かかってるんですけど窓は全開で、うんうん、意味ないって意味ない、そうそうそう、そう、甘い意味ない、それがすごくこうなんていうのかな、場がいいんだろうなって思うんですよ。じゃ あの受けてみてこの、まあ、体がどうにかこう変わったとか、うんうん、そういったのがあって、あ、これはいいっていうよりも、はい、先にこの場所に入って雰囲気に惹かれて、はいはいはい、そして実際に自分も練習しながらやるって決めたのは、そうですね、どうやってみたいなって単純に思ったのかな、こんな風、じゃあ、初めて受けた時ってどうでしょう。私も初めて受けた時がすっごい暑かった。もうやっぱ暑かったですよね。笑いが止まらなかった。笑いが私。でも分かります。笑いが出ますよね。そう、加賀さんが、あんた面白いなって言ったんだけど、あんまり笑ってたから。っていうかもう、びっくりして、こんなの初めてだなと思って。暑くて笑っちゃいますよね。そう。確かに。習い出して、実感したっていうのが正直なとこかも。来ながら練習した、来ながら、やってもらって自分の体が変化したっていうよりは、自分でやりだして、でまたやってもらってっていう、実際にお客様もやって、あの誰かにやってやりだしたりとかしてから、あ、やっぱすごいなってなんか再確認した気がする。そうなんです、うん、この熱いって私よく聞かれるのが、熱いって言うと、うん、やけどどうですかって言われるんですけど、全然やけどするレベルじゃないんですよね。ただ熱く感じて、その場所がまあ熱いのがなんだろう、変な話、目印みたいな、で皮膚がちょっと赤くなって、目印のようになって、そこがちょっと今、まあ、変な、まあ、弱ってる、最初のね、言ってた、まあ、体の収納力がちょっと下がってるって場所がそこなのかなって認識できるくらいで、まあ、やけどとかそういった話ではないっていうのを皆さんにお答えするんですけども、そのあっちっちが笑いが出てくるんですよね。そう、だから笑うしかった、笑うしかった、ね、一回受けてみないとなかなか口じゃ説明は難しいかなって、ね、そうそう、笑った後、受けた後、すっきりして帰る。そう、とっても、そう、いいですね、そこが、うんうん、笑いで体もほぐれて、うんうん、へえ、なんかね、そうそう、私受ける、私も何度か来てるんですけども、受けるっていうのがね、体がすごい変化して、それで、あ、やっぱりっていうのとまた違って、スタートが、うん、ね、それはまた面白いですね、うんうん、はい、じゃあ次は弟弟子の吉部さん、はい、この1週間ミッションは、そう、1週間ミッションの時に、まあ、たまたま久野さんとね、うん、会って、同じタイミングであんたら温熱習ったらいいよって言われたのが、うんうん、まあ、一番最初へ、でも全然その時は習う習わないは正直考えてなかったですね、うん、で詳しくはですね、僕のブログで、はい、ロードトゥ海水温熱史っていうエピソード3まで書いてあるのが最近アップしたので、まあ、それ見ていただければいいかなと思うんですけども、それだとね、つまんないと思うんで、ちゃんと話しますけど、僕そもそもね、これなんですか、人の体に触れるような仕事は全くやっていなくて、僕沖縄県内でいろんな役場の方とかから声をかけていただいて、はい、子育て支援の授業の講座とかよくやってたんです、はい、それまで、うんうん、でそれをやり始めたきっかけが魔法の質問っていうのがあるんですけど、はいはい、魔法の質問の松田美博さんという方の、はい、コンテンツを僕が学んで、それをベースに子育ての講座をずっとやってたんですね。で、そんな美博さんがですね、これ忘れもしません、うんうん、ブログにも書きましたけども、はい、2018年の1月9日に魔法の質問の沖縄に認定講師とか認定マスターって呼ばれる人たちがいるんですけどね、はい、その人たちの新年会があったんですよ、はい、で美博さんもたまたまね、ご夫婦で沖縄に来ていて、はい、じゃあみんなでご飯食べようということになりまして、食べましたと、はい、
で、会もそろそろ終わるという頃にですね、あの僕以外のもう一人のね、別のメンバーの人が温熱に通ってる人がいてね、はい、その人が、他にいたんですね、そうそう、経験者が。そうで、まあ、みひろさんから温熱を聞いたのが一番最初のきっかけなんですけどね、うんうん、僕も。で、みひろさんに言われた海水温熱、私今行っててすごい調子がいいんですって話をその別の人が話したんです。調子がいいと、うん、で、その話に僕が乗っかってですねいや、僕も行ってるんですよと。で、当時の僕は、はい、あのちょっとね、あんま体調がいい状態じゃなかったんですよね。あ、うん、あの毎週福岡にちょっと心理学の勉強しに行って行ったりっていうのがあって、はいはい、結構ハードなスケジュールだったので、うんうんうん、あんま体調良くなくて、で毎週通ってたんですよね。なんで言ったらです、僕もね今毎週通ってるんですよって言ったらですね、ってなってですねいきなり身をこう乗り出してきて、あのさ、僕のところでも温熱をやりたいと思ってるから、はい、習ってきてくれないって言われて、はってなったわけですよ、みひろさんから。はいはい、突然の習ってきてっていうオファー、みひろさんがやるんじゃなくて、そうそう、うちで やりたいから、やれる人 をまず作んなきゃいけないと、はい、でその温熱できる人にあんたがなってきてと、あ、そこでしもさんに白羽の矢が立ったと。そう、なんかしなきゃ、なんか僕言われたんですよ、うん、であの奥さんがね、あのみひろさんの奥さんもね、はい、わかめちゃんっていうんですよね、はい、わかめちゃんも聞いて、ちょっと手出してって言われたんですよ。手を出してって言われて、右手出して、はい、握手されたんですよ。はあ、握手した瞬間、この手だとかよ、これはいい手をしてるとか、よく全くよく分かんないんですよ。いい手とか分かんない、これはいい手だ、これはいい手してる、向いてよく分かんない、なんかこれはいけると思ったらしくて、2人からそうお願いって言われて、でさっきね、毎週行ってるって言ったじゃないですか、はいはい、だからその新年会の2日後に予約入れてたんですよ、普通にね、はい、だから2日後に行ったわけです。でよく分かんないから、とりあえず聞いてきますと、はい、あ、この温熱について、そうそう、どういう風にね、はい、狙うのかとか、どんなシステムなのか分かんないから聞いてきますよ、はい、で行って、後に師匠となる嘉数さんですね、はいはい、に言ったわけですよ、はい、あの僕にスポンサーができてね、習ってこいって人がいるんですよいいですね、スポンサーもできる、大笑いですよ、嘉数さんあの人面白いなってなってですねであの研修期間とか、まあ、こんぐらいの費用がかかるよとか、はい、そういう話をしてくれたんですね。でもなんかいまいちシステム的なことは、あのうちの師匠は教えるのが専門なんで、そういうマネジメント系はもう別の人に任せてると、はい、あの社長がいると、はいはい、あ、そういえば来週その社長が沖縄に来て新年会をやると、また新年会、はい、何かが変わると、そうって言われた瞬間、僕はこれ行った方がいいなとなぜか思ったわけですよ。で、僕も行っていいですかって聞いてるんですよ。ただあのうちの師匠が、まあ、あんたが来たら何人だと、6人かっていうふうに、なんか僕がもう行けるような状態になって、もう OK をもらって、じゃあ僕も行きますねって言って、はい、翌週の新年会に行きますと、はい、で、また新年会前にこのお店に来て、はいはい、あの行ったらですね、社長さんがいたわけです。あ、その、はい、温熱のマネジメント、はい、マネジメントの社長さん、はい、で、うちの師匠から衝撃の一言ですよ。その社長に紹介してくれたんですよ、はい、衝撃です。どのような、今度ね、研修受ける辛坊さんまだ受けるの、受けるとも何も言ってないのに、今度受ける辛坊さんとか言われて、あ、どうもみたいな感じで、もう受けざるを得ない状態です。社長から、はい、どうもみたいな感じになって、そのまま新年会に行きまして、はい、で、まあ、その時も受ける受けない決めてないんですよ。あ、もう決まったんじゃなくて、じゃなくて、まあ、こういう流れってこんな感じなんだよねって話だけ、決まってますよ。そうね、聞いた、あ、そうなんですねって言ってなって、またその2日後にまた予約入れてるわけですよ、普通に受けに来てるから、はい、したらですね、兄弟子からまた衝撃の一言ですよ何ですか、またその辛坊さん、契約書届いてるよサインしてとか、はぁですよ。そう、受けるって言いました、ま、言ってないよ、言ってないよ、言ってない、お金も払ってないんで、何もしてないんですよ、何もやってないのに契約書が来たと、契約書あるからサインしてって言われたんですよ出されてるわけですよ、目の前に。はぁ、でもすぐ確認ですよ、みひろさんに、あ、スポンサーさんに、ね、そうそうそう、あの出してくれる方です。そう、もうあの契約書渡されたんですよ、なんかお金とか払ったんですかまだですってもうね、この流れは面白すぎてやるしかねえと思って、逆らえないですね、そう、これは戻るしかない、そうそう、乗った方がいいと思って、皆さんも知ってるしね、だからのがきっかけ。だから自分からやりますというよりも、周りからなんか固められて、気づいたらなんか流れに乗ってここまで来ちゃいましたみたいな。そうで、気づいたらですよ、子育てのセミナーやってた人が、子育てセミナーよりこっちの方が楽しいって言い出しちゃって、そうそうそう、言い出しちゃうし、挙句の果てにはね、自分家の庭を潰してそこにプレハブ建てて、そこでもできるようにしたっていう。そう、あのプレハブ建てて温熱小屋作った。そう2018年は温熱イヤーですよ、僕にとって。温熱しかやってない。すごいです。でもそれだけことが進むってことは、
ね、もう新聞さん、吉部さんにも必要な返す温熱だったと、ね、面白すぎてすごいですね。もう温熱の人って思われてますから、どこ行ってもあ、温熱の人だと。へえ。で、それがこの、あのいつの間にか契約書にサインをサインをして、知らず知らずのうちに手が動いて、もうこれ行くしかねえと思ってサインをして提出し、3ヶ月の研修を経て、兄弟子の、あの可愛がりを受け、でも今でも温熱の人と、そう、温熱の人って呼ばれるようになったんです。あ、面白いですね。そう、1年経ってないですかね、僕。ああ、そうそうですね、半年ぐらいですよ、なんだかんだで、あの、ことが進んだのが。そうそうそう、もう3ヶ月研修して、もう、まあ、半年ぐらいで、あの、ね、ここの師匠のお店でバイトをさせてもらうことになり、はい、でやりながら、うん、自分家の、ね、庭に建てるっていうことまで続くの、うん、行くのに半年ぐらい。へえ。で、この温熱を、まあ、受けられて、で、まあ、温熱の修行を受けて、うん、で今実際お熱になられてるじゃないですか、一緒に。で、体調悪かったのどうだったの？体調悪かったのはね、この1週間のミッションでどうにか。あ、1週間だったね、また別のやつです、ね、1週間の体調崩してて、それがね、まあ、まあ、だんだんどうなったのか、改善されてって、疲れや、それまでやっぱり移動とかね、すると疲れやすいと思う、はいはい、と思うんですよね。まあ、僕に限らず、その長距離のね、うん、あの飛行機なり新幹線なりね、車なりでこう長距離の移動ってやっぱ体に負担もかかるじゃないですか、はい、同じ姿勢でされたりするから、はい、うん、でもそれを、うん、温熱を受けたりとか人にやるようになったりすることによって、はい、やっぱね、疲れにくい体にはなりますね。へー。それはこの温熱で、うん、まあ、一番初めに、ね、番組の初めにお話しされてた、うん、あの注力が上がったっていうか、うん、まあ、目覚めたっていう、まあ、ね、言い方をする、そのおかげですか、ね、自分の体が、ね、そうそう、だから自分の体が分かるようになってくるとか、分からないんだよね、疲れてるとか、疲れてないとか、いい状態が分かんない、だから熱を入れて体温まってくったことによって、あ、今がいい状態が分かるから、不調が多分もっと分かるようになって、またいい状態に、まあ、疲れにくくなったっていうのもありですか、うん、あると思う。疲れにくくなったということと、あとは自分の体の反応が分かりやすく、自分で分かりやすくなったっていう。あ、分かる。受けてみてどうですか、まあ、確かに私受けてみて、うん、いつもね、まあ、仕事終わってヘロヘロできて、うん、その後夜勤明けです、ね、そうそう、夜勤明けでって眠い状態で来て、うん、で受けたらすっきりで、うん、ね、その日夜勤明けなのに夕方まで動ける体にはなるんですけども、うん、それだけね、やっぱり疲れは取れやすい、すっきり。そこに要はみんな気づかないんですよね、うんうん、その疲れすぎちゃってるというか、うん、慢性化しすぎてて、体がそれが当然だと思っちゃってる。そうそう、疲れてることすら気づかないみたいな、うんうん、でも体にこう、ね、熱が入ることによって、うんうん、あ、私すごい疲れてたんだなとか、足重かったんだなって、うん、そこで初めて気づくんですよね、うんうん、それがそう、そっか、で気づくことによって自分の、まあね、このオーバーワークだったり休める時期だったりっていうのが少しずつ分かるようになって、だって今まで、ね、疲れてることすら気づかなかったのに、うん、あ、すごい疲れてたんだって気づいたのがまずスタートですよね、うん、そうですね。そこで今の状態を僕らは言うのは、今のその、そういうお客さんって大体すごい軽くなりましたとか言ってくれるんですね、はいはい、うんうん、だからそこでじゃあ今のその軽い状態を覚えておいてねっていうんです。で、その状態からなんか重いなって感じたら、それは疲れてるっていう証拠だからねっていうふうにお伝えしてるんですよね。そっかそっか、うん、で、その疲れてるの、まあね、この毎回温熱に通えない方はじゃあ、ね、半身浴なりすると普段よりも疲れが取れるのが早いとか、そ、まあ、いい状態が長続きしていく、うん、やっぱり体温めながらっていうのは大事なんですね、うん、そうですね。あとは早寝早起きですね、本当、あの温熱やるようになって、はい、僕ら何が変わったかっていうと、はい、早寝早起き、へえ、だってあの4時半ぐらいに起きて、それは違った、ちょっとあの、ね、よくあのお年を召すとっていうわけではないんですよね。じゃないじゃないじゃない、体がそうなるんですか。そう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 、へえ、早寝早起きですよ。え、ちなみに寝るのは何時ごろ。私はね、10時、僕も10時とか10時、遅い時はもう本当に12時とかね、やっぱなっちゃう時もあるんですけど、はいはい、でも必ず、ね、5時とか5時半には目覚めます。で、あの、あれです、目覚めるからって言って、こうなかなかうーっとか言ってこう負担から出ないとかじゃなくて、パッて目覚めて、目覚めもいいってことですね。いい、うん、目覚めが変わる。じゃあ睡眠の質も良くなるってことですね。いいんじゃないですかね。いいと思う。だったもん、うん、そっか、やっぱり体温めるとね、一つだけじゃなく二つ三つさらに
相乗効果が出てくるってことなの、うん、いいことしかないと思う、体って。すごい、ありがとうございます。体温めるのって、じゃあ、次この温めるっていうキーワードが出たのでね、まあ、先ほどのお話も、まあ、温める、冷え性が多いよって、うん、で温めるのが大事ですよって話をしたんですけども、よく、まあ、妊娠中、あと特に妊活中ですね、妊活中の方から、まあ、体温を上げるためにいろいろやってるんですって話を聞くんですけども、うん、体温が上がる、まあ、さっき言ったのちょっとね、いいことってこういうことがあるよって言ってたのもうちょっと掘り下げてっていうか、なんかお話があれば、温熱以外で、温熱、まあ、体を温めることによる利点っていうのが、まあね、体力が上がるで、体力が上がるとで、ここ、まあ、女性の方も結構温熱通われてる方が多いので、うんうんうん、そういった方々に向けてなんか、一回はやっぱり最初はこっちに来てもらって、うんうんうん、すごい熱い、一気に温めるわけですよね、はいはい、それで一旦免疫力をちょっと上げて、うんうん、そこから今度半身浴をするとすごい効果が出るので、うん、やっぱり一回は最初にしっかり温めるっていうのを体験してもらった方が実感して動きやすい。でこっちに来れない時はもちろんずっとこっちにってか、うん、そういうふうに普段はそういったお風呂に入って温めてとかって、うん、温めるっていうのをしっかりやると、だからずっと半身浴してるけど温まらないっていう方もやっぱりいらっしゃるんですよ ね、うんうん、ね、そうそう、そういった方っていうのは、そういう方はやっぱり一回しっかり入れた方が、うん、なんていうのかな、もうね、あの芯から冷えてるっていうんですかね、あ、あの骨中だからね、そうそう、僕が来て初めて言われてびっくりした言葉の一つに、はい、骨が冷えるっていうのを言われたんですね、うん、骨って冷えるんだと思ったんですよ、はいはいはい、うん、冷えるんですね、冷えるんです、そうそう、まあ、内臓が冷えるって、ね、聞いたりはするんですけど、うんうん、そうそう、だからそこに靴下は何枚入っても、うんうん、やっぱりお布団いっぱい着ても温まらないんだよね、だから、それをちょっと言うと強制的じゃないけど、しっかりここで、うん、そうそう、だからいろんな方法が多分ね、あると思うんですけど、その中で、あの温熱に興味がある人は温熱に来ればいいし、それ以外で例えば食べ物で何か改善するって食べ物の方がいいなって人は食べ物行けばいいし、他の方法があってそっちの方が私合ってるなと思ったらそっち行けばいいんですよ、うん、こっち来てみたいなって人が来てくれたらやるだけだし、うん、そっかそっか、うん、でもね、そうですね、なかなかね、食べ物でとかっていう方もね、うん、いるけど、まあ、どういった食べ物、沖縄は特に冷える食べ物が、うん、ね、お話してたゴーヤとか冷える食べ物が多いので、うん、そうなるとやっぱり中から冷えてくるっていうのもあるから、うん、そうそう、一番分かりやすいのは実際に体験して、うん、でさっきもね、あの緩い、僕らは緩いって言ってましたよね、そのその食べ物の話に関連付けて言うとするならば、うん、これはいいけどこれはダメですっていうような感じじゃないですか、うん、ないですから、うん、好きなのを好きなように食べたらいいんじゃないっていう考え方なので、そうですね、そう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 、体温が上がって状態が良くなってくると、うん、自分が欲しいもの、うん、欲しくないもの、うん、ちゃんと体が、また分かれてくるんです、それ以上はいらないよって自分で言う、制限が先じゃなくて体を温めるのが先で、はいはい、で体についていくみたいな、じゃあ、まあ変な話、無理して食べるっていうと、うんうんうん、それはまた負担になるっていう、うんうん、制限を先にしない方がいい、で先に体を抑えるっていうのも負担になる、うん、でそれが、このまあ温熱なんで体を温めると体が目覚めてきてってね、あの、まあ、疲れも自分のいい状態を体が覚えてくると、うん、まあ、思い出してくるんですね、先ほどしんぼさんが言ってた言葉を使うと、そう、目覚めて、寝てたのが起きるみたいな、目覚めてそれを体が、まあ、分かってくると必要なもの、まあ、栄養素なりね、うんうんうん、を体がより分けてくれるっていう考え方の方向にもなるんですかね、だってうちの師匠毎日お酒飲んでタバコも吸ってますから、そうですね、そうですね、まあ、ね、あれがダメこれダメとかないですからよくない、あ、でもね、以前お話した久野さん、うん、コーラすごい飲んでたってコーラ大好き、ね、コーラね、コーラね、でもなんか甘いのとか取らなくなったって、それも体が揺り分けてるんですかね、そういう時期だから自分の体が本当に分かるようになるんだから、みんな今そうこういうの食べたいと思う時はやっぱり疲れてたり、毎日コーラが欲しがってる、温熱の後のコーラがめちゃくちゃ美味しいんですで、コーラってね、あのすごい砂糖たくさん入ってるのイメージなんですけど、それでも体が欲しがってて、うん、でそれをまたいらないっていう時期が来るそうそうそう、来る時もあるし、今実際どうですか、今のたまに飲むし、飲みたい時は飲む、体がやっぱり、でも自然に離れていくんですね、でもそれも決めて、別に決めてない、ね、体がね、飲みたいと思った時に飲めばいい、手が
その時にはそうそう必要な時はまあ 毎回のようにコーラ飲んでたのが、今はコーラは毎回じゃなくて別のものに。そうでもないなって。そうなんです。なんかね、その自分の体の声に正直になるというか、しやすくなるってことなんですね。うん、でもなんかね、痛いとかそういうのは分かると思うんですけど、そのさっきの慢性的な疲れって分かんないじゃないですか、うんうん、それに気づけるようになると、と、うん、今これが飲みたいとか、うん、今食べたいとか昼寝したいとかっていう、その自分の体が求めてることに敏感になるというか、気づけるようになる、うん、だからこそ、あ、今これね、体が求めてるから取ればいいやとか、あ、じゃあそういうスタンスでいった方がいいってことですね。無理はね、周りが言ってるから先にね、これはダメだからって言ってやめてしまうとね、うんうん、また体そっちに追いついてないかな、うん、でもその前段階が、まあ、冷えてて自分の体の、ね、声が聞けない、冷えてて分かんない状態だと、うんうん、いい悪いも分かんなくなってきてて、それが分かる体になってくると自然に必要なものが出てくる。冷えてるとこうわかんなくなっちゃうから、まっすぐそこばっかり、そうそうそう、他が見えない。で、うん、温まってくると緩むじゃないですか。緩んでくると、そう、考え方も緩んでくる。緩んできて、いろんなところに目が行く。そう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 。そうそうそう。ってなると、やっぱりいろんなものが自分の中で取捨とかで、うん、できるってことですね。そう、感覚も研ぎ澄まされていくので、すごいですね。温熱、うん、体温める。面白いです。面白いです。はい。うん、ありがとうございます。じゃあここでまたもう一度 CM に入らせてもらって、で CM の後はお二人の、まあ、で今後まあお二人また、ね、ご自身の活動する場所もあるので、そちらの場所のちょっと紹介。お、いいですか？はい。ぜひやった、そこをぜひですね、あの、受けたい、青いおじ、あの、受けたいんだけども、でどこにあるか分かんないとかね。で実際にここの今ね、ちょっとあの撮ってるとこは沖縄市の方で撮ってるんですけども、ね、で師匠の、まあ、本店、人によっては温熱の聖地と言ってる人がいましたから、ね、そうそうそう、その聖地なので、そう、あのね、久野さんが風を感じた聖地で撮ってるんですけども、 それ以外ね、お二人が活動されてる場所はまた CM の後で、はい、お話、あの、お話ししていただきたいと思います。はい、はい、はい、じゃあ一旦 CM です。都に行くなら塚山荘。でもね、なんかね、テロップも出せるみたいなんですよ。すごいね。YouTube みたいな感じで、すごいね、できるみたいな感じで。そう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 。みたいで、で、この、まあ、全部撮っちゃってるんで、そこの後で、あっちで行きましょう。そこあるみたいな。沖縄、八重瀬に行くなら、海と風、海と風、ちょっと宮古に行くの使えば違うじゃん、宿になっちゃった、宿になっちゃった、やってないからね、使えばやってないよ、全然ただ民宿みたいな、本当ですよ、そうだよ、まあまあまあ、はい、住所決まってないんだよ、決まってない、ラジオ待ってるけど、場所だけ、場所だけ、あの、そうそう、はい、あの、名前だけ言ってくれた、はい、あっちとんち、はい、じゃあ今日ですね、まあ、いろいろ体を温めるっていうことをテーマっていうか、まあね、寒水、海水温熱で温めることの利点だったり、海水温熱とは何ぞやっていうお話を、でその魅力を存分にお話ししていただいたんですけども、この後ちょっとお二人が活動してる場所、ね、お二人の海水温熱のことについてちょっと、はい、ね、実際にどこで受けたらいいのかとか、どこに連絡したらいいのかっていうのがわからないと思うので、そこをちょっと紹介していただければと。まずはですね、うん、まあ、今日収録しているこの場所ですね、はい、沖縄市東にあるんですけどね、はい、あの、来れない人は全く来れないという看板できないですもんね。そうそう、看板だ、看板、これ、あの、映像見えるじゃね、これが看板です。看板だって、これはね、建物の中にあるので、そうです、あの、外にはありませんので、室内にあるのでね、看板を探しても来れませんのでね、ご注意ください。なので、あの、海水温熱沖縄とかやったらね、もしネットで検索すれば出てくると思うんですけども、うん、あの、沖縄市東にね、ありますので、うん、そこにね、来てください。ここが、まあ、人によっては本当に温熱の聖地と呼ぶ人もいるので、うちの師匠のお店なのでね、ぜひまずはこっちにね、来てもらうのがいいかなと、うん、はい、思います。そして、うちの兄弟子がですね、あ、はい、お店を卒業して、はいですよ、1年間どこへ、宮古島へ。今ね、話題の宮古島ですよね。宮古島ね、もうすごい話題なんですけど、うん、宮古島、はい、宮古島のどこ、どっちが、平良港の近くです。平良港、はい、本当にもう真ん中のところ、うーん、なんか
まだね、住所とかよくわかんないし。あ、そうなんです。住所は決まってるんですけど、ね、電話番号はこちらなので、ここにお電話、はい、じゃあ、他になんかこのお電話番号以外に何か、あと SNS とか。そうですね、Facebook とかやってはいるんですけど、うん、電話してもらった方が一番いいかなと思うので。連絡が取りやすいと。はい、連絡、はい、じゃあぜひ宮古の方ね、このラジオ番組、まあね、アプリで全国で聞けるっていうことなので、まあ、全国の方々、はい、宮古に旅行に行く際はじゃあぜひ癒しも兼ねて、はい、温熱久野さんのお店に、ぜひコーラを持って行ってください。そうですね、コーラって、もしかしたらジャリジャリコーラ、何か特典がつくかもしれません。何かサービスね、ちょっとサービスがあるかもしれないので、外国人の男性だと思うのでお待ちしてます。じゃあ宮古に行く際はそうですね、お願いします。宮古で楽しんで、まあ、そうですね、ね、帰る際、宮古島では池間島の海水を使います、うん、そこの海水がいいということ、はい、あ、大神ね、師匠様見てもらって、うん、そこだったら大神島が真正面に見えてて、うん、その神様の近くの海の方がエネルギーも高いということですかね、うん、とても、あ、うん、ということだそうです、はい、スピリチュアル的なエネルギーを上げる意味でも、はい、ぜひぜひ宮古に、宮古で、はいはい、はい、じゃあ僕です。僕はね、さっきも言ったように自宅の庭をそうですね、プレハブ小屋を建てました、はい、僕はあの師匠のお店はどっちかっていうと沖縄本島で言ったら中部真ん中のね、はい、位置にあるんですけども、僕の、お店というか僕のサロンはですね、あの海水温熱サロン海と風という名前で、本島の南部ですね、八重瀬町ってとこなんですけども、うんうん、あの那覇から近いですね、はい、どちらかというと、そうです、空港からも、うん、そうですね、うんうん、あの沖縄の南部の方にあるんですけども、あの三栄八重瀬シティっていうね、三栄って大きいあのスーパーがね、はいはい、その三栄八重瀬シティのすぐ近くで、へ、あのやってるので、うん、あのぜひね、あの中部でね来る人はうちの師匠のお店に行っていただき、はい、宮古島に行くような人は宮古島に行っていただき、はい、南部の方で過ごす方はあのうちに来ていただければと、吉部さんとか、はい、思います、はい、で僕の店とかはあの Facebook だと Facebook ページで海水温熱師辛坊吉也っていうページがあるので、うん、そこを見ていただくか、はい、あとはですねブログで海水温熱師辛坊吉也のブログっていうのがあるので、うんうん、それ検索していただくとお店の情報とかもね、うん、そこで見れたり、僕の温熱師としての活動が見れたりとか、僕県内だけじゃなくて県外に出張でねやりに行ったりすることもあるんです、はいはい、キャラバン、そうそう、温熱キャラバンという名前で、キャラバンという名の旅を、はい、今のところ名古屋でね、うん、やらせてもらったりとか、はい、あの声掛けはいろんな、ね、ところから今来ていて、あの行けるタイミングがあれば、あ、じゃあ全国沖縄に、ね、来ることがなくても受けれる、うん、そうですね、チャンスはあると、はい、あの鍋と海水を背負って行くっていうのは活動もしているの で、 い、 で、ね、いろんなところで、そうですね、はい、あとはまあ先ほど出てきた温熱の社長がね、うん、東京の方でも品川とかね、はい、そっちの方でもやってるので、これも海水温熱で検索していただくと出てくると思うので、うんうん、それで見てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。そうです、じゃあ皆さんぜひ沖縄ね、あの、うん、結構沖縄で遊びながら癒されながら、ね、リゾートでしながらね、遊ぶついでに寄ってもらうのが、遊ぶついでに、まあ、遊んで帰る前に疲れを取る意味でも温熱受けて、うんうん、帰られるとね、そうだよね、そう、来た日も、まあ、疲れ取って長ついてすぐ家で受けて、次あの美ら海水族館行くと北部にもいっちゃあるんですよ、北部にも、北部にもあるから、あ、じゃあ北部で受けて、で最後なんか、ね、師匠のパワーをもらって、そうそうそう、チャタンとかでね、なんかこうアメリカンビレッジとかね、このそうね、アメリカな感じを味わいつつ、チューブで師匠のお店で受けて、で余裕があれば宮古まで飛ぶんだで、すっきりしてそう、それで帰る、いいですね、じゃあツアーをね、そうですね、流れをちょっと作ってということで、皆さん、はい、海水温熱ですね、まあ、で体を温めるだけではなくって、まあ、心のリラックスも兼ねて皆さんぜひ受けてみてください。ということで今日は海水温熱師のお二人をお招きしてお話を聞かせていただきました、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。